いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2019年モデルフォルクスワーゲンアップ GTI を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロント右サイドステップに線傷、フロントガラスに飛び石がございます。走行距離に関しましては約1000キロと非常に低走行かつ車両コンディションも良好な1台でございます。外装色はピュアホワイト、インテリアはブラックファブリックのシートにレッドとホワイトのストライプが採用されております。2018年に限定600台が導入され完売したアップ GTI、 その人気に後押しされ追加販売されたモデルが入庫いたしました。変更点としましては、リアビューカメラやビーツサウンドシステムが追加され、安全性や快適性が向上した1台となっております。ヘッドライトに関しましてはハロゲンが採用されております。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは1リッター直列3気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は116馬力でございます。また足元に関しましては純正の17インチアルミホイールとレッドキャリパーが装備されており、足回りからはスポーティーな雰囲気を感じることができます。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペースに関しましては大きいサイズのボストンバッグが1つ入るスペースが用意されております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックのファブリックシートにレッドとホワイトのストライプが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはクルーズコントロールが装備されており、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。センター部分には純正のオーディオが装備されておりますので、ラジオや音楽をお楽しみいただけます。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のマニュアルシフトが採用されております。またフロント両席にはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。こちらのお車にはビーツサウンドシステムが装備されておりますので、ワンランク上の上質な音楽をお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2019年モデル、フォルクスワーゲンアップ GTI を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1000キロ以下と非常に低走行かつ、車両コンディション良好な1台でございます。車検に関しましても2022年の7月まで有効です。限定600台が完売し、市場でも高い人気を誇るアップ GTI でございます。こちらのお車に関しましては軽量ボディに加え116馬力を発揮するエンジンと6速のマニュアルシフト、専用のスポーツサスペンションにより軽快なスポーツ走行が可能な1台となっております。またバックカメラやシートヒーター、ビーツサウンドシステムなど快適装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。